はい、どうも、カチャの古川で、今回なんですけども、やってみたいことがあって、動画を撮っております。で、やってみたいことっていうのは、ミモザからコンペイトを作るです。今2月なんですけど、ミモザの季節なんですよ。で、毎年この YouTube でもミモザを使ってリースとかスワッグとかいろいろ作ったりしてたんですけど、今年はちょっと違うのやりたいなとはちょっと思ってて、で、1年前か2年前ぐらいにネットでそのミモザのコンペイトを作ってるっていうのを、見つけたのを思い出して、もしかしたらまた違う動画でね、なんか作品を作るかもしれないんですけど、今回は、ミモザでコンペイトを作ろうと思います。で、ミモザの解説は多分去年とか一昨年とかに多分してると思うので、まあよかったらね、そのミモザに関する豆知識みたいなのは、その過去の動画を見てもらえたらありがたいです。で、コンペイトなんですけど、コンペイトもちょっと調べたんですよ。コンペイトって何やと。いや、知ってますよ。イガイガのナメちゃんみたいな感じなんですけど、何を定義としてコンペイトと呼ぶのかなと思ってちょっと調べたんですけど、あんまりそんなに大きな定義ないっていうか、まあもうそのまま僕らが見たまま の和菓子のそのままの感じでした。で、一応和菓子のくくりみたいなんですけど、起源は江戸時代ぐらいにポルトガルから入ってきたらしくて、なんかもともと語源はなんかコンフェイトっていう、なんかポルトガルの砂糖菓子みたいなのコンフェイトっていうのがあるらしいんですけど、そっからコンフェイト、コンフェイト、コンペイトみたいな感じになったそうです。その通りね、砂糖がめちゃくちゃ貴重やったんで、もう本当にお金に代わるものみたいな感じで、砂糖のことを金と、でペイが、その砂糖を均一に平等に同じ量ずつ入れてるみたいな感じでペイで、糖はもうそのまま砂糖の糖みたいな感じでコンペイトらしいです。はい、まあ、いろんな説があるようなんで、まあ、ぜひ皆さんもよかったら調べてみてください。ということで、今からミモザでコンペイトを作っていきたいと思います。それではいきましょう。はい、じゃあこちらがミモザになります。まずなんですけど、ミモザ食べれるのかどうかっていうことですよね。で、調べてみました。一応食べても大丈夫なようです。このコンペイトにしたり、なんか砂糖漬けにしたりとか、なんかいろいろレシピとかあったんで、まあ毒はないようですね。ただ今、この近年、このミモザアレルギーっていう人が結構増えてて、まあアレルギーだけはもうどうしようもないんで、自己責任っていう形にはなるんですけど、まあとりあえず、まあ毒ではないので、まあ大丈夫だそうです。はい、じゃあこちらを使ってちょっと調理場に移って、やっていきたいと思います。はい、じゃあ、一応ね、食品ということなので、手袋を使ってやります。で、ボウルを用意して、まあ、70度ぐらいのお湯でこの花芽をちょっと洗うそうです。はい、まあざっくりなんで、まあ、こんなもんでいいでしょう。じゃあここに、ミモザの花芽を入れて洗っていきます。で、後で一粒ずつにつまむんですけど、この洗う時はこのままいきます。おお、なんか花粉で黄色くなりました。ちょっとアレルギーの人が見たら背筋が凍りそうな感じですけど、ジャブジャブジャブ。はい、こんなもんでいいかな。じゃあキッチンペーパーに並べていきます。ちょっとこんなに雑でいいのかわかんないですけど、ただちょっと水気をしっかり取った方がいいらしいんで、水気を取ります。はい、じゃあここで水気を取ってる間に、砂糖水を作っていきます。なんか砂糖水っていうよりは、なんかブランデー液っていうのかな、ブランデーと砂糖を混ぜたものっぽいですね。砂糖とブランデーを同量ですね。大さじ1、これで同量1対1ですね。ちょっと湯煎で溶かします。
なんかいい温度になってるはずなのにあんまり溶けません。あ、溶けたかな。じゃあここに先ほどのミモザを投入します。大丈夫かな。10分ほどつけるそうです。じゃああのね、まあちょっとレシピ見てたらあんまり長らつけるとこのミモザの黄色が出てしまうみたいなんでちょっと早いですけど、もういきます。クッキングペーパーの上に乗せて、砂糖でまぶしてゴロゴロするそうですゴロゴロで合ってるのか分かんないですけど、はい。で、まあ、余計なブランデーはこのクッキングシートで取ってもらってグラニュー糖を振りかけます。ちょっと移し替えます。ブランデーを流しすぎたかも。で、どうやらこの時点でなるべく一粒ずつにした方がいいそうです。というものが遅かった団子になってしまいますね。はい、じゃあね、何本かバラしました。うんとね、初め一粒ずつバラしてたんですけど、めちゃくちゃちっこいので、なんかもう3粒とか4粒入っててもいいかなと思ったんで、途中から、4入りとか3入りとか入ってます。決してめんどくさくなったわけじゃないです。で、なんかちょっとずつこれで大きくなるらしいですね。はい、じゃあこれで多分一晩乾かそうかな。ちょっと触ってみたらやっぱりまだ柔らかいので、これがおそらくカリッとしてくるんだろうと思います。じゃあこれで数時間ちょっと置いてみます。はい、そしたら一晩経ったんで見ていきたいと思います。コンペトコンペトって言ってますけど、本当にいわゆるつぶつぶのイガイガの鉄球みたいなコンペトじゃないんですけど、その辺はちょっと多めに見てください。では見ていきましょう。はい、こんな感じで結構しっかり固まってるのかな、コロ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 してる感じなんで、じゃあちょっと触ってみます。カチカチでやっぱブランデー入れてるからすごいいい匂いしますね。じゃあいただきます。コンペトってどんな味でしたっけ。まあ、コンペト自体を食べることがあんまもないので比較できないんですけど、もう普通に砂糖菓子って感じです。まあ、グラニュー糖をまぶしてるだけなんで、本当に粒々が歯で潰れてジャリジャリってなる感じの塊って感じです。もうちょっと飴っぽい感じだったような気がしますね、コンペと。今ブランデーがめっちゃいい働きをしてます。で、動画ではそのまま言ってるんですけど、一応ね、アルコール飛ばしてるんですよね、火で。なので、お酒感もそんなにないし、いや、食べやすいかなと思います。で、僕はもうアレルギーでもないんで、全然、多分大丈夫だと思うんですけど、ミモザっていうのもなんだろう、これミモザの匂いなのか、ちょっともう一個食べますね。うん、ちょっとブランデーの匂いなのか、ミモザの匂いなのか、ちょっと、いや、でも、いや、ブランデーの匂いだな。ブランデーの香りのような気がするんで、で、まあ、とりあえず、美味しく食べれます。これミモザアレルギーの人じゃなかったら、お茶菓子というか、紅茶の横にちょっと添えてやったら、ミモザアレルギーじゃなかったら、あ、かわいいね、おいしいねって言ってもらえる感じかなと思います。はい、じゃあこれね、結構作ったんで、一応スタッフの子たちにも食べてもらって客観的に見てもらおうかなと思います。はい、では、今回はね、ちょっと初めてコンペイトを作ってみました。ミモザの季節がまだもうちょっと続くんで、興味あるっていう方はまあ似たような感じで作っていただけたらいいかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。では、sometimes we'll feel alone. In a second, I'll be right there. Turn around, let it rain. Turn around and let it rain.